はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は中学受験算数基礎講座、算数速さの100回目です。速さと比の25回目、これはラストです。この中学受験さくららチャンネルは、この私竹谷直樹が受験業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。線路に沿った平行な道を、電車と同じ向きに走る車と歩く人がいます。車の速さは時速60キロ、歩く人の速さは時速3キロです。今、電車が歩いてくる人に追いついて追い越すまで2秒、車を追い越すまでなら5.8秒かかりました。さあ、電車の速さは時速ほにゃきろです。ただし、人も車も長さは考えませんと。さあ、まずね、もう一回確認しましょう。線路に沿った平行な道があると。線路があって道がある。で、この時にね、歩く人は、車は時速60キロ、60キロメートル毎時、歩く人は3キロメートル毎時、速さの比は20対1です。車が20進む間に歩く人は1だけ進みます。さあ、この時に今、電車が歩いてくる人に追いついて追い越すまでに2秒かかった。さあ、どういうことかっていうと、歩いている人は時速3キロで歩いています。で、時速3キロで2秒歩きますよね。2秒歩いてる間に、ここで電車が追い越し始めです。で、そしてこの2秒にさらに、これで追い越し終わりですよね。つまり、電車の長さとこの人が2秒歩いた距離、これだけ進むのに2秒ってことなんですよ。で、そして、電車の場合は、車の場合は、車を追い越すまでなら5.8秒。どういうことかっていうと、車がここにいると。で、ここで追い越し始めですね。で、そして、車は5.8秒ですから、だいぶ進みます。5.8秒進んで20分の1ですから、もっとですね、これね。もっとですよ。で、それでこの電車がここまで追い越すわけです。つまり、ここは、この人が歩く2秒間ほどの道のり足す電車の長さです。そして、電車の場合には車が5.8秒進むプラス電車の長さ。ここからここまでの道のりを進むのに5.8秒。こちらは2秒なんです。電車の長さ足す、これ2秒。電車の長さ足す5.8秒。で、この時に電車の時速は何キロだろうか。じゃあね、これね、ちょっとね、書き直しますね。これをここまでちょっとね、戻します。つまり、どういうことかっていうと、電車の長さがこうあるでしょ。で、車をこの辺あたりで追い越し始め、車をこの辺あたりで追い越し始めて、で、5.8秒車が
で、追い越し始めで追い越し終わり、揃えます。そうするとね、電車はここからここまで2秒で行ったわけです。ここからここまでは5.8秒で行ったわけです。そうだとすると、この2秒足す電車の長さで、5秒足す電車の長さのここの部分、こっからここまでの道のりは3.8秒ですね。ただ、これを、この5.8秒をちょっと表してみます。2秒分の道のりを。例えば、電車の長さと、人の速さを60対3。速さの比20対1とします。速さの比は20対1です。速さの比は20対1ですから、これそのまんま20と置きます。人の速さも1と置きます。そうするとね、人の速さは1ですから、ここの長さは 1×2 の2です。四角2です。そして車の5.8秒っていうのは 20×5.8 秒の116四角です。そうすると、ここからここまで116四角で、ここからここまで2四角ですから、ここは114四角を3.8秒で電車は通るってことですよね。なぜなら、ここからここまでと、ここからここまでは、同じですから。同じ道のりですから、時間も同じです。だから、引いた3.8秒と道のりの差、電車も一緒ですから、114四角の道のりを3.8秒で電車が進むってことが分かります。そうだとすると、114の道のりを3.8秒でこの電車が進むことが分かりますから、114÷3.8 は3、3パ21、サザンが9で0、30四角。つまり1秒間にこの電車は30四角進むんです。つまり、人が1四角進む間に車は20四角進み、電車は30四角進むんです。速さの比は1対20対30なんです。で、この時に20が 60km 毎時、3km 毎時の人が1ですから、30はこれを基準にすれば 3×30 の時速90キロだと分かります。20を基準にすれば 60×1.5 の90キロメートル毎時と分かります。ですから、電車は時速90キロだって分かるわけです。じっくりやってみてください。これが入試のレベルです。最終のゴールです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。